はい、こんにちは、トップガントリックです。まあ、今日のニュースなんですけどね、千葉県で、まあ、妊婦さんがね、入院先が見つからずに、まあ、自宅で出産をして、まあ、赤ちゃんがね、死亡してしまったという記事なんです、まあ、記事とかニュースなんですけどね。やっぱりコロナの患者が増えて、まあ、本来入院すべき人がね、できなくなっているという例なんですけども、まあ、非常にね、ショッキングなニュースでありますけども、まあ、例えばですね、こういうショッキングなニュースを、まあ、友達とお茶とかね、食事しながらかわいそうだねって言ってる人結構多いと思うんですよね。まあちょっとそれどうかなって私は思いますけどね。やっぱりそういう結局行為が、結局コロナがうつってしまってね、まあ、お茶でもうつるわけですから、それでこういうことにつながってくるので、なんて言うんですかね、なんか他人事って考えてる人がすごくね、多いと思いますね。はい、だからなんか政府の対応がどうとかね、菅がどうとか小池がどうとか言ってる人すごい多いですけど、まあ、結局僕はもう個人個人の責任だと思います。はい、以上になります。